はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビジです。では、今回は、提督の決断法、バープギット棒の岬沖海戦の後、続きをやっていきたいと思います。まずですね、海図を見ておくと、ご覧の通り、ドイツに関して言うともう、海域は一箇所のみ。で、日本に関しては、まず、日本本土、沖縄、そして、ここ、マレー沖は一応取ってはあります。で、もう一つがね、ここトラック沖なんですけども、このトラック沖はですね、資源としてはお金1だけなので、いっそのことをもうここは放棄することに決めました。輸送船も引き上げていて、飛行場から航空機も引き上げてます。で、その分を、日本近海、日本本土とマレー沖に、航空機をね、振り向けたというところです。で、沖縄に関して言うと、防衛が少し難しい状況になるんじゃないかなと思うので、まずね、沖縄に飛行場を一つ建てましょう。飛行場の配備。これに、ね、6週間かかるので、6週間の間ね、なんとかこらえなきゃいけないなというふうには思っています。で、あともう一つはですね、艦隊を再編していまして、まず今持っている艦隊なんですが、第一艦隊、これはね、ヤマトの艦隊。もう今やヤマト一隻のみなんですが、これは一度日本に戻して修理をします。で、前回頑張ってくれた第3、第4艦隊ももう壊滅しているので、これを再編して第2、第3艦隊という形にしていきたいと思っています。で、これはこのまま一旦沖縄で待機。沖縄で待機。で、この後の動きなんですが、沖縄で待機した後、戦力が整ったら、すかさず南シナ海へ攻め込みたいというところを考えています。なので、南シナ海にね、突入できるまでは、ここ、沖縄で待機です。で、艦隊に戻りまして、第15、第16と両艦隊、これ潜水艦隊ですね。これは日本近海で日本の防衛に当たってもらうというところです。これが持っている全戦力。これかなり厳しいので、じゃあ、この後どうしようというところなんですが、まずは、一つ、潜水艦をね、設計していこうと思ってます。一番安い形の潜水艦でいいので、潜水艦を選んで、設計。じゃあ、どういう潜水艦にするかというと、もう特攻ですね。特攻用の潜水艦なので、まず一旦ね、装甲は全部ゼロにしちゃいましょう。1かな。1にしちゃいましょう。できるだけ、開発費用と鉄を抑えるというところですね。ただし、航行速度は上げる。で、あと魚雷なんですが、これ2連装、3連装いける？ 3 連装だとオーバーしちゃうね。2連装の魚雷、3連装の魚雷。ただここは、魚雷の数を4機まで減らせばギリ収まるね。3連装4機。これで行きましょう。一撃離脱ではなく、一撃必至。どうしようかな、艦名。特攻型潜水艦とかにしときますか？特攻型潜水。これを2週間で開発しましょう。で、あと、本当は戦艦とかをね、作っていきたいんですが、戦艦を今から作る余裕、設計する、そしてそれを作る余裕がないので、ここは甲斐最上型をベースに新しく、これもね、作っていきましょう。最新のものへと変えていきます。魚雷は3連装4機でいいでしょう。主砲は、そうだな。もうちょっと強力なものでしておきたいので、こんな形でいきましょう。一旦ね、ずらっと入れていきます。で、攻殻砲は4機。機銃は400門。んで、そうだな、高速巡洋艦にしたいので、33キロノットは欲しいね。で、あとは、できるだけ、防御力を上げていきましょう。建造資金もそんなに余裕はないので、
まあ、バランスを見ながらですね、ちょっとここは決めていきましょう。さあ、これでだいぶオーバーしてしまってるので、まずは3機にする？ 4 機にする？大して変わらないね。そうすると、削れるところから削っていきましょう。こんなところ。あとは機銃だよね。機銃。対空防御力ちょっと下げてでも、80門ぐらいまで減らしますか。あ、これでいけるね。88門。これでいきましょう。これで、高速巡洋艦にしよう。高速。10巡洋艦ですね。まあ、数があまり作れないと思うので、高速10巡洋艦。ただ、ちょっと待ってね、手法をもう少し考えたいな。20.3、まあでもこれしかないのか。しょうがない。これで行きましょう。予定通り。ただ、両用法にできるっていうのだけでもだいぶ違うか。両用法。20.3の両用法にした場合、まだこれでちょっとオーバーしてるので、これで88門っていうので、80門に減らしてどう？79門に減らせばいけるね。航空機の数をちょっと減らして、その分、対空を増やす。航空機数はさ、8もいらないでしょ。4ぐらいにして、その分、スピードを上げよう。35。これでいく。高速、10巡洋艦に恥じない名前になるでしょ。これで。高速、10巡洋艦。これ量産できれば、ある程度戦える見通しが立ちそうな気はしますけどね。これも2週間でできると。開発期間ですね。じゃあ、高速10巡洋艦を作っていきます。で、残されているのが、お金としては、どうだ？ 4200。鉄が4400。まあ、鉄はちょっと余裕を持たしておきたいので、というのも、傷ついたヤマトも直さなきゃいけないしとかね。いろいろあるので。じゃあ、あとは航空機作っておきましょう。今一番惜しいのは、そうだな。防御しなきゃいけないって考えると、艦上タイプの攻撃機。流星。これになりますかね。流星を。うわ、数全然作れないな。10機。あとはですね、爆撃機で言うと水星。これが艦上タイプでできてますね。で、あと、まあ、対戦中に完成しなかったレップが一応完成してます。これも堀越二郎のね、作った設計した艦船になりますが、これレップが完成してるっていうのが、まあ、ちょっと史実と違うところですかね。で、あとは余力を持たせておきましょう。その他で言うと、高速の駆逐艦を作っても使い道がちょっとなさそうなので、高速の巡洋艦を、軽巡洋艦ですね、今度は。高速の軽巡洋艦を作っておきましょうか。主砲はいいので、これも35ノットは欲しい。あとは、敵、装甲を厚めにしていきましょうと言ってもね、敵の潜水艦の魚雷を食らっても沈むし、空母の攻撃食らったら沈むし、結構厳しいかなと思うんですけどね。対空機銃は7門。いやー、これが限界かな。35キロノット出そうとすると、35ノット出そうとすると、これが限界ですかね。爆雷も持っていてって考えると、これが限界。高速駆逐艦。これらの艦を一刻も早く完成させて量産していきましょう。では、一旦これで時間を進めてみますか。いきなりね、敵の艦隊が沖縄だ、奪還だったり、日本本土に攻め込んでくる可能性も十分にあるので、警戒しながらになりますが。
あとは、いや、ちょっとお金使ってでも潜水艦作らせてもらおう。潜水艦作ろう。一番安いものでいいので、潜水艦を。4隻でいいので作ります。これで時間を進めます。まずは敵は来なかったね。かなり怖いですが。さて、そしたらヤマトが到着しているので、ヤマトが治るかどうかですね。一週間で一応ヤマトは戦線に復帰できるという状態だね。じゃあ、ヤマトに護衛艦として、カゲロウ型の駆逐艦を一隻しか付けられないですが、付けてあげましょう。これで、今のお金が1846。鉄がもうないからかなり厳しいな。石油もないからね。そう考えると、やっぱり南シナ海、一刻も早く手に入れる必要があるな。南シナ海に、そしたら、偵察を入れましょうか。いや、もう頭にマップは入っているので、とはいえな、敵の位置は把握しておきたいよね。把握しておきたいというのは空母を出した時にすぐに攻撃に移りたいので、ここは、そしたら、お金を使いますが、諜報活動で、南シナ海に、スパイを送り込みましょう。で、あとはですね、こっから、第15艦隊を、一旦沖縄に入れましょう。これで、時間を進めます。トラック沖に進行ね。まあ、トラックが、ここはもう、諦めましょう。じゃあ、ここは時間を早めていっちゃいます。これ、トラック白地を失った形にはなります。ただし、敵の南シナ海に関しては場所を確認できたので、これで南シナ海に艦隊を送り込む準備ができますね。では日本近海の方で艦隊の再編を行いましょう。まずは日本に残っている第16艦隊、これに潜水艦を加えます。で、ヤマトの方は完全に復旧しているので、ここで、じゃあ、提督たちを乗せていきましょう。これで、南シナ海を取りに行く。まあそういう動きをしていきたいな、というところですね。では、続いて、空母に乗せたいので、航空レベルが高い人を乗せていきましょう。小沢さん。あとは正規空母、葛城。ここには井上さんを乗せよう。で、第3艦隊の方から巡洋ですね。ここにも、ある程度、航空戦の得意な人を乗せていきたい。原さんを入れよう。原さん少将に上ってるね。で、海洋。ここは？いいね。城島さんが少将に上ってる。航空レベルも高い。で、宝章。ここまでですかね。あとは、そしたら潜水艦の方に、まずは潜水艦乗りを配属していこう。潜水レベルが高い人を入れていきます。人材もかなり枯渇してるからね。こうやってみると、本当に厳しい戦いが、この後待ってるんだなっていうのが、まあ、ありありと、まあ、痛感せざるを得ないという状態ですね。で、あとはですね、軽巡駆逐艦クラスになっちゃうんだね。砲撃戦、雷撃戦が得意な人たちをやっぱり入れていくしかないので、こうなってきてしまうとね。宇垣さんをじゃあ、軽巡に乗せましょう。駆逐艦には、あとは、水雷戦の高い、水雷戦
得意な提督たちを乗せていきます。本来駆逐艦に乗るような人たちでない人がね、この水雷戦のために駆逐艦に乗ってくれるんで、ここは駆逐艦で敵を撃滅してもらいたい。で、ここでね、ちょっと艦隊の再編を行っておきたいと思います。合わせてどういう風に再編するかなんですが、まず空母と、砲撃戦を行う艦隊を分けましょうというところですね。なので第2艦隊と第3艦隊で、一部入れ替えを行っていきましょう。まず巡洋を第2艦隊に入れます。で、第2艦隊の方はもう完全にこれで、空母艦隊という体になったので、空母艦隊の方は主に砲撃戦をこなしてもらうということで、こんな感じにしましょう。で、駆逐艦とかもね、移動させていっちゃいましょう。まあ、接近して、接近戦で仕留めてもらうというのを想定しています。空母はあくまでも接近しないというところですね。じゃあ、その第三艦隊の方ですが、まず機関を長門に変えて、従順にも人を乗せましょう。砲撃レベルが高い人がいいよね、従順だったら。宇垣さんは従順に乗り換えたな、軽順から。で、軽順2隻残るので、ここにも砲撃レベルがある程度高い水雷戦もこなせる万能型の人を乗せていきたい。お、三河中将、いいね。こんな感じで人をちょっと圧旋していくしかないので、圧旋していきましょう。もうこの第三艦隊は敵に突入して、敵の艦隊をしこたま痛めつけてもらうという役割をね、担ってもらわなきゃいけないので。そうなるとどうなんだろうね。思い切って、軽空母2隻、これ廃棄して鉄に変えてもいいかなっていう気すらちょっとするな。悩ましいところですけど。で、あともう総力戦なので、乗ってない提督がいないか確認しましょう。いれば乗せてきます。こんな感じですかね。で、鉄あるものの、お金あるものの鉄がないので、このまま行くしかないという状況で、沖縄の方から艦隊を出しましょう。南シナ海を何とかして取る。何とかして取る。で、そうなった時に、沖縄がガラ空きになってしまうので、沖縄には大和を移動させましょう。これで行く。まずは南シナ海を何とかダッシュしましょう。さあ、三艦隊ですね。敵の位置は不明なものの、敵基地の場所は分かっています。なので、敵基地をうまーく使っていきましょう。これで進めていきます。夜明けと同時に入るのは危険なので、日没と同時に攻め込んでいきます。ここでなんとか南シナ海を奪い取れれば、少しはね、戦局がマシになる。資源の獲得がちょっとできると。特に鉄ですね。まあ、そこを守るのももう一苦労ということになると思うんですけど、まあ、そこは駆逐艦を四隅に配置して、逃げ切るとかね、ちょっとそういう姑息な手を使ってでもなんとか勝ちにこだわっていきます。雨が降ってくれると最高なんだけどね。ここでね、ちょっと残念ながら雨が降っていないという状態です。
さあ、長門から砲撃が始まるはずです、最初に。まずは南シナ海に対して長門から砲撃が始まりました。今夜中のちょうど12時過ぎたところですね。まあ、爆撃機が飛び始めたね、早くも。まあ、ここはしょうがないね。早いな、戦艦の大破、早いな、非常に早いね。長門が沈むかもしれないな。了解。了解。ここはジグザグに回ってちょっとでも回避していきましょう。了解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 。それが無理でも、回避が無理でも、せめて、ね、一発でも多くの砲弾を撃ち込んでもらいます。そしたら潜水艦隊はそのまま、空母艦隊をちょっと先に進めましょう。了解。了解。うまくかわしてくれ。かわしてるね。いい感じで回避行動が決まってる。長門の今の回避、芸術的だ。ここも回避してくれ。ぐわー、直撃を受けたけど、こらえてくれてる。まあ、長門はここで沈む運命かもしれないな。ただここで恵みの雨が来たけど、ちょっと遅かったな。もうちょっと雨早かったら、長門がもう何発かね、打ち込んでくれてたかもしれないんですが、残念。まあ、ここはただ耐えて耐えていきましょう。雨が止んだら味方のね、航空隊も出していきます。そうなんだよね。敵の砲撃、基地からの砲撃も、駆逐艦だとね、食らうからね、普通に。なんとか、ちょっとでも早く、やっぱり敵のね、砲台を潰したいですよね。まあ、ただ本当に雨が降ってきてくれたおかげで敵の攻撃隊にさらされてないっていうのは本当にでかい。雨が止んだので出しましょう。今味方の空母に攻撃命令を出したところですね。さあ、天城、桂木、巡洋、龍鳳から攻撃隊が出ています。この後軽空母2隻からも出ますね。ここは回避行動に入ります。敵の基地からの航空機に対しては回避行動。
よし、そしたら一旦退避しましょう。夜になるのを待ちます。いや、ここは夜になるのを待たずに攻撃だな。高速で移動させよう。第一艦隊の方も先へ移動します。いやー、でも本当に打撃艦隊の方が駆逐艦が3、クルーザーが2隻だけになっちゃったので、ちょっとこれは危険なので、一旦やっぱり夜になるのを待ちたいよね。この状態で突入すると本当にまずいことが起きそうな気がするので、一旦待ちましょう。で、夜と同時に、いや、夜明け前にまで待って、夜明け前と同時に、このね、今画面に映ってる打撃艦隊を投入して、合わせて空母を移動させた先から攻撃隊を出すという段取りで進みましょうか。敵の基地はあと一つ。で、あとは敵の艦隊が本当にいないよねっていう確認は合わせてしておきたいので。これで6空母から攻撃隊が出てる状態ですね。今偵察機に発見されるなよ、空母部隊は。もう一回空母から攻撃隊を出せばそれで終わってくれそうな感じだな。なので打撃艦部隊は、いや、雨が降ってきたならこのまま攻撃に当てよう。雨が止んだらね、また攻撃隊を出す、そのチャンスが来るので、その時まで待機。雨やみ待ちですね。だからもうすでに、敵の基地半分ダメージ削ってあるので、この時点でね、敵の基地からの砲撃がないので、駆逐艦が沈む心配がないですね。特攻潜水艦の数をちょっと用意して、海域の防衛戦力を用意しましょう。おそらく敵の艦隊はいないですね。今、
一帯のこの海域一帯に潜水艦が散らばってる状態ですけど、特に敵艦隊発見の報告が上がってこないということは敵艦隊はいない。よし、雨が止んだので航空隊を出しましょう。これで終わる。一応偵察機も飛ばす。さあ艦隊は逃げましょう。ちょっとでも生き残ってくれ、一隻でも多く。さあ敵の飛行場を破壊して南シナ海取りましたね。危なかった。まあ艦隊の損害は馬鹿になりませんね。長門も沈んでしまったし、長門を失ったその代償はありますが、南シナ海取ったのは大きいです。ご覧の戦艦になってますね。さあデンマーク沖にドイツ軍が突入するも、イギリス軍撃退できずと。まあこれはそうだよな。これドイツの第一艦隊壊滅してますね。ほぼ巡洋戦艦2隻をはじめ、クルーザーこれが4隻、駆逐艦も相当数沈められて、潜水艦も沈められてますね。さあ作戦会議ですね。まあ、どこを攻略するかと言われてもな、マラッカ取ったらでかいけど、マラッカなんか取れないでしょう。アルミ、石油、鉄。まあ、鉄はないか、お金とね。まあ、申し分ないけど、レイテもアルミは取れるね。小笠原は？小笠原はお金だけってなると小笠原は美味しくないんで、まあ、マラッカかレイテかと言われたら、レイテだな。本当はマラッカ、いや、マラッカにしよう。いつものセオリー通りマラッカを攻略しましょう。マラッカを攻略できれば、だいぶ、というかね、イギリス軍の侵入をマラッカで食い止められるので、マラッカにします。はい。というところで今回はね、南シナ海、なんとか取りましたんで、反撃ののろしということで、ここからまた頑張っていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。